TV をご覧の皆様、こんにちは、有馬重でございます。はい、本日のゲストでございます。恵子ちゃんこと、音楽監督、そして今回めでたく女優デビューを果たすことになりました深澤恵子さんです。いやー、いかがですか、感じは。もう素晴らしいと思います。ありがとうございます。っていうか曲がね、僕はもう本当にどれ聴いてても飽きないし、練習しててなんかね、まあ、自分が歌ってる曲はそんなないんですけども、どん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 ポルテ上がってますよね、みんなね。いや、もう本当に自分の作った曲が成長してくれて嬉しいです。なんか言葉もメロディーもなんかね、相まってどん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 、ああこういう曲やったら毎日なんかすごい新鮮な感じがすごくしてますね。それでね、思うのもね、私はやっぱりね、タイトルがバイトで、アルバイトのことじゃないですか。なんか割と若い人に向けてのメッセージの、メッセージソングであったり、メッセージの芝居なのかな、だけども意外そうでもないですよね、これね。そうですよね、やっぱ り何か夢を持って生きてる人の、全ての人に、年齢関係ないですよね、なんかね、なんかいろいろ染みるだろうなって感じがどんどんしてきますね。で、楽しみですよね。ものすごく楽しみです。何が楽しみで、恵子ちゃんの女優デビューは、ね、どこ向いてんの。あっち向かないと。何が楽しみ、それが一番楽しみですよね。どうすか、無口になるからもう喋らないと、喋らないと。いや、もう本当に今回初めて横尾さんに説得されて、ちょっとだけセリフがあって、いやいや、ちょっとじゃないですよ、大事なセリフです。はい、でそれより何より、その前に出てて芝居をするっていうのは初体験のもので、もう緊張の連続でしたけど、まあ、です、今も。でもなんか少しみんなが本当にもう役者さんというのがいかに大変かということをこっちの出るサイドから見て初めて発見があまりにも多くて、もうどんな役者さんも心の底から私は尊敬して、やっぱりそういう意味ではすごくいい経験だったような気がしています。やっぱり全然違うもんですか、人前で演奏するのとは。全然違いますね。違いますね。見どころですよ。いや、でも僕すごい好きですよ、恵子ちゃんのセリフが、なんか一気にね、僕なんかすごいちゃんとやっぱ実感っていうかね、体験してる人の言葉やな、なんてね、思いますね。まあ、ってなことで、本当どんどん、お芝居の方も、高まってきてます。本当にね、ちょっと初日楽しみですよね。もうめちゃくちゃ楽しみです。いろんな意味でね、はい、ドキドキしながら、なんかこう果敢に緻密にやりたいですよね。やりたいです。頑張ろうと思います。はい、よろしくお願いします。バイトショー、次は10月の12日、高円寺は10月の16日スタートです。よろしくお願いします。お願いします。